どうも、日本の皆さん、今すごい辛い思いしてると思うんですが、こう捨てないで、みんな台湾にいる日本の人も、みんな被災地の方や日本の方のことを考えてできることをやろうと思って頑張ってます。これからも頑張って、僕も何かできることをいろいろ探して一生懸命前を向いて、友達や家族やそのまた友達いっぱいつながりをもっとみんなでつなげて一緒に頑張っていきましょう。頑張って立っています。しっかり頑張って、しっかり皆様こんばんは。今回日本の大地震は僕たち台湾でもどうして、僕たちはあなたと心と一緒に学びました。私の希望はあなたたちにと一路ご用でございます。僕の希望はだるまさんと一緒に、ようなその立ちを K78、 どちらでも困難のところは僕たちやっぱしまだ立っとく、この世の神様であって祈りをします。皆様お元気で。では台湾のシャメ寮協力